ここからは新たな美が誕生する瞬間を伝えるビューティーモーメント。今回のビューティーモーメントはこの秋にリニューアルされるアルティミューンの話題。長年愛され続けるこの美容液、モデルでデザイナーの鈴木恵美がその生まれ変わった魅力を堪能した。こんにちは。こんにちは、資生堂の唐川です。鈴木恵美です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。鈴木さん、資生堂のメイクアップやファンデーションをお使いいただいてますよね。そうなんですよ、もう本当に大好きで、今日も資生堂の新しいあの美容液ファンデーションも使ってますし、資生堂のリップも本当にカラバリがたくさんあるじゃないですか、うん、20色に、あとは今回このアルティミューンと同じ日10月1日にプラスで3色限定色が発売になります。そう、なんか本当に絶妙な色がすごく多くて、このお洋服にはどの色にしようかなと思って、結局3色ぐらいから最終的にあんまり絞り込めなくって、本日は鈴木さんが手掛けていらっしゃるブランドのラウタシーを、はい、そうです。私が、ラウタシーというお洋服のブランドのデザイナーもさせてもらっていて、2017年秋冬にスタートしたラウタシーは、2019年の春夏にアマゾンファッションウィーク東京に参加するなど、アイテムが売り切れるほどの人気ブランド。この日に身にまとっていたのは、光と影をコンセプトにした今シーズンのワンピース。ライラックカラーのリップもぴったりだ。本日はですね、はい、秋にリニューアルいたします、資生堂のアルティミュー、こちらをご紹介させていただきます。2014年の誕生以来、肌本来の美しさを引き出すという独自の価値で、あらゆる年代や人種、年齢、性別を問わず支持を得ている資生堂アルティミューン。一人一人の美の巡りを整え、強い美しさを引き出す先進の美容液として長年愛され続けている。私実は結構長い付き合いでして、アルティミューンと多分全世代使ったことあるんじゃないかなって思っていて、世界の88の国と地域で現在発売していて、238のアワードを受賞させていただいたりですとか、素晴らしい、本当に世界中で支持していただいている美容液になっています。今回は新イミューンジェネレーションレッドテクノロジーを搭載。これは従来のアルティミューンコンプレックスという保湿保護成分に加え、イミューリズムという新たな独自技術を掛け合わせたもの。ハリ、透明感、ツヤなど12の美の指標に基づき、さまざまな肌ストレスにアプローチする、潤いが湧き上がるような肌を目指している。このアルティミューンは日本限定で、そうなんですね。そうです、発売するんです。日本に向けたレシピというか、はい、日本人って睡眠不足でお手入れも不足したりして肌悩みが増えるっていう方も多いんですが、そういった方々にも、ぴったりの新しいアルティミューン。嬉しい。スキンケアは大好きなんですけど、あんまりすごく時間はかけたくないっていう派なんですよ。一本でいろんな悩みを解決してくれるのは本当に嬉しいです。では実際に手元でトライ。本当にスッとプルンっていう肌になって、ちょっとペタって吸い付くようなテクスチャーの美容液が大好きなので、香りもやっぱりちょっとクリーンな香りですごく心地いいので、どんなコンディションの日でも取り入れやすい美容液だなって思ってます。資生堂はまた滑らかさにもすごくこだわりまして、はい、最高の滑らかさを実現するために滑らかさを測る機械まで作り出した。そんなのあるの？この上なく滑らかだということが実証されたテクスチャーに。滑らか測り機、今何足ものわらじを履かせてもらっていて、今育児もしたり、うんうんうん、お仕事もあるし、お家のこともやらなきゃいけないで、ペットもうち3匹いたりとかっていうのですごく本当にタスクが多い中で、なるべくパパッと心地よく感じるスキンケアをして、次の日の朝もなんか肌触って起きた時にいい感じって思いたいじゃないですか。わがままなポイントが個人的には多いので、すごく大事にしているというか、こだわりのある時間でもありますね。こちらの新しいアルティミューンで潤いが湧き上がってくるような肌と綺麗が続く未来をぜひ目指してください。はい、ぜひとも使い続けさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。
鈴木恵美が新生アルティミウムを堪能したスペシャル映像は番組公式 SNS で公開。ぜひ SNS をチェック。